中年オタッキーです。先日はね、ライブ、ご視聴いただきありがとうございました。っていうかね、実はこの動画ライブをやる前に撮ってるんですけど、すいませんもうなぜね、時間がね、時間に追われてるもんでね、もう分刻みなんですね。結構この仕事ね、分刻みで、4時間に30分休憩しなければいけないとかね、一遍止まったら何時間止まらないかんとか、なんかいろいろ制約があってね、もう、で、着時間とかありますからね、分刻みになってます。まあ、別に、動画にね、その、ライブ前にやったとか、後にやったとか、録画したとか、出ないから関係ないと思うんですけどね、まあ、そんなわけで、今日の動画スタートしていきます。今日の動画はね、以前予告したようにね、久しぶりのニコン、ニコン F90X、これ大変良いカメラですね。もうね、ファインダーがでかいしね、まあ、その辺は本編で言いましょうか。それに、ズームニッコールのね、4386を装着して、コダックのトライ X のフィルムを使ってね、写真撮ってきました。それでは本編スタートしてまいります。はい、このニコンのね、F90X なんですけども、正月にね、カメラのなにわさんの神戸店で、1500円で買ってきました。でね、一応ね、ちゃんと動きます。もうね、加水分解でベッタベタだったんですけど、得意のね、ライターオイル、ウエスにライターオイルをつけてね、一生懸命ゴシゴシ拭いてたらね、ご覧のようにね、こんな感じで綺麗になりました。で、この、アイピース、レンズ付きのアイピースですか、これはね、なかったんで、もともとなかったんでね、通販アマゾンだったかな、忘れちゃった、ニコのね、 DK1 だったかな、DK17 だったかな、番号も忘れたけど、俺を買ってね、で、これラバー付きだったんですけど、ラバー付いてるともうね、干渉しちゃって蓋が開かないんで、ラバーを外して、ラバーを外してもね、ちょっと干渉するんですよね。よっと。もうこんな感じでね、もう擦れ傷ついちゃう。これもしょうがないですよね。これがなかったらね、もうアイピースの中のシャッターが丸見えになってしまうんで、これちょうどいいやつ、どっかないのかなって感じですね。で、カメラの精度的にはね、素晴らしいです。今回はね、4386つけてるんでね、マニュアルフォーカスですけど、オートフォーカスもね、すごく早いですし、何よりね、もうファインダーが明るくてでかいんですよ。で、マニュアルフォーカスのね、レンズでもね、もう本当にね、ピント合わせが容易でした。で、シャッタースピードは、最速で8000分の1秒。で、モードはね、一通り乗っかってますよ。プログラムモード、シャッター優先、絞り優先、一通り、乗っかってます。で、今、ちょっと、オートだった。よいしょ。よマニュアルにしてと。こんな感じのシャッターですね。うるさくはないです。で、今フィルムが入ってないから巻き上げ音は、ないんですけども、で、マルチパターン速攻とかね、速攻方式も、中央部重点速攻とスポーツ速攻も選べますしね、現行のね、カメラと遜色ない性能を持っていまして、でさらにこれ単三電池なんですね。で、単三電池4本で動くということで、今、僕がお得意のね、ダイソーのね、充電式の、単三電池を、使用しておりますけど、問題なく使っています。で、ファインダーのね、中のね、表示もすごく見やすいですしね、このカメラ本当にね、使い勝手がいいカメラになってます。ただ、以前ね、F601 を紹介した時と同じね、電子ダイヤルが1個しかないんですね。これ1個しかないんです。で、この1個をね、いろんなことに使うという意味でちょっとシステム的には分かりにくいカメラになってます。発売がね、1994年で、一応2000年まで、売られてたみたいで、後継機 F100 に譲るまで生産が、続けられてたということです。 F4 のね、F4 が高級機で、これ中級機という、まあ、存在になるんですね。ボディだけで13万8000円したらしいです。1500円って安いですよね。
まあ、カメラはね、本当にね、いいカメラだと。ちょっと重いですけどね、女の人にはちょっと辛いかもしれないですね。まあ、さすが中級機ということでね。で、レンズなんですけども、この、ズームニッコール4386。4386っていうのは大まかに分けて2種類あるみたいなんですけども、まあ、とりあえずね、ちょっと作例を見ながら説明していきますけどね。これね、全体的にある程度絞って、撮ったんですけどね、絞った割には結構、背景がボケます。で、周辺もちょっと甘めかなって気はしますけど、雰囲気のあるね、写真を撮るにはね、これいい感じだと思いますね。そのなんていうんですか、何が何でも、高解像度っていう、あれではなくて、そのまあ桜を撮ったりするときはね、もしかしていいかもしれないんで、今度これを使ってね、リバーサルで撮ってみようと思ってるんですよ。これちょっと雰囲気重視のね、写真を、作る方にはね、いいレンズかもしれません。で、ここからね、ちょっとネガティブな方向で、説明していきますけども、4386はね、オートニッコールと AI ニッコール、AI ズーム、2種類あるわけなんですけども、オートニッコールはね、とにかくね、もう湾曲収差がひどいと。あと、色収差もなんか良くないらしいんですね。で、解像度も低いと。で、レンズ構成なんですけども、オートニッコールの4386は7分9枚。でね、この AI ズームニッコールは、9分11枚やったかな。でね、構成が変わってます。で、構成が変わってるんですけども、ちょっと今から見せますけど、明らかにね、湾曲収差は出て、ここって書いてあるとこが、そうなんですけどね、湾曲収差は出てます。柱がね、ウニーンって曲がってるの、わかりますかね。そんなわけでね、なんていうんですか、幾何学模様とかそういうね、機械的なものを撮るのにはあまり向いてないレンズになると思います。ただ、ネイチャーフォトとかね、そういうのにはね、なんていうんですか、中心部の解像度が高くて周辺部が落ちるっていうレンズ。まあ他にもね、結構あるんですよ。例えば、キャノンの FD の 50mm の F1.4 とか、そういうね、中心部が解像度が高くて周辺部が落ちるっていうのはね、やや開放で撮って、雰囲気を出すとき、にはね、逆に使いやすいレンズになってくると思います。そんなわけでね、このカメラに、プロビアをね、入れてね、桜のシーズンをね、ちょっと撮ってみたいと思ってます。このレンズね、非常に人気が高くてね、結構いい値段すると思います。これもね、ミッシェルさんからね、ご提供いただいた、レンズになるんです。本当にありがとうございます。これ多分ね、桜とか紅葉とかね、を、全体じゃなくて、その近接で撮ったりするのにね、ものすごくね、いいレンズなんじゃないかなと思ってね、ちょっと狙ってみようと思います。リバーサル詰めて狙ってみようと思います。はい、今日のカメラ紹介は、こんな感じになってまいります。それでここからはね、いつもの写真紹介のコーナーになってまいります。はい、作品紹介のコーナー、まずトップバッターはジンさんですね。カメラがね、オリンパスペン FT、F 随行オート S38mmF1.8、コダックカラープラスで撮られているということで、タイトルはお帰りなさいということで、ね、ふとそう感じたという、なんですけども、これね、メインの被写体がちょっとはっきりしてないんですよね。なんですか、これ、杭が、日が当たってる部分と日が陰ってる部分と、この杭がメインの被写体になるのかな。色的にはね、カラープラス、これね、カラープラスはね、どっちかっていうと、忠実再現の色だと思うんですけども、それでいい感じで出ております。はい、ジンさんありがとうございます。次に、フリーマンさんの作品、カメラはね、α6000、キャノンの FL28mmF3.5 で、撮影して、2枚ですね。1枚目がね、ウォーターチルドレン、
2枚目が KP61 ということで、ウォーターチルドね、これね、多分水子地蔵のことなんですけど、水子のことをね、英語でウォーターチルドでって言うのかな。まあ、そのネタはともかくね、ちょっとね、あの、人形がね、たくさん飾ってあって、階段の横にね、ちょっと寂しい感じのね、あの、構造的にはね、素晴らしいものですね。2枚目の方なんですけどね、これ KP61、もう KP61 かどうかよくわからない。KP61 ってね、車のこと詳しくない方は、知らないと思うんですけどね、FR 駆動のね、最後の方のスターレットっていう、トヨタのスターレットっていう車で、走り屋さんとかがね、あの、よく愛した車なんですけど、これもうひどい状態になってますね。悲しいことですね。KP61 って名車なんですけどね。はい、フリーマンさん、ありがとうございます。次にね、夢旅人さん、2枚。キャノン EOS-1N で撮影、フィルムがね、コダックカラープラス200で EF3580 の F4.5 から 5.6 で撮ってるということで、1枚目がね、登る勇気、2枚目が下る勇気ということです。1枚目はね、あの、ちょっとね、光の加減が良くて、いい感じになってますけど、2枚目はちょっとこれ曇ってしまったのかな。あんまり光がない写真になっておりますね。僕だったらこれどうするかな、真正面で撮るかもしんないな。でも上がった感じ下った感じっていうのが分かりにくくなってしまうかな。ちょっと難しいところで、被写体としては難しいと思いますね、これね。はい、夢旅さん、ありがとうございます。はい、次はね、三遊亭ラクテックさん、の作品、カメラがね、ツアイスイコン、コンテスタ 50mmF2、富士からの記録用ね、で撮っておる、記録用100で撮っているということで、1枚目のタイトル鬼瓦、2枚目のタイトルが空を分かつということでね、さすがね、カールツアイスのレンズでね、あの、素晴らしいね、あの、解像度で撮っております。これなんで1枚目スクエアになってますね。1枚目のね、写真がね、2枚目はね、普通に、撮られておりますけど、空を分かつ、もうちょっとセンターを出したかったですね、2枚目。もうちょっと惜しかったですね。これ光もちょっと弱かったのかな。ちょっと分かりにくいですね。これどこの話だろうね、これね。これツアイスイコンっていうのはね、結構ね、古くからいろんなバージョンで出てて、あの、どれがどのカメラかっていうのは僕知らないんですけどね、あの、安いジャンクとかたまに出るんでね、欲しいなと思ってるカメラであります。はい、三遊亭ラクテックさん、ありがとうございます。次が、トシーさんかな。カメラがミノルタ SRT101、 この間紹介したやつですね。で、レンズが MC6RPG58mmF1.2、 この間紹介したやつの上級グレードになるかな。フィルムがコダックゴールド200ということで、1枚目が、あれ飛んじゃった。飛んじゃった。1枚目がね、休日ってタイトル。2枚目が解雇ってタイトルで。ちょっと柔らかめの光、これ、店内かな？窓際の、その、席の様子を撮られているような感じですね。で、2枚目の方はね、あの、蛍光灯で思いっきり緑かぶりしたということで、これ僕も知ってますよ。これもっとね、あの、クリーム色っぽい色なんですよ。あの、特にうどんそばの自販機ね。これね、あの、実はあの、うちの会社のすぐ近くにこの自販機あるんですけどね、この横のね、トーストサンドの自販機はちょっと俺見たことがないです。初めて見ました。ちょっとね、どこにあるとか、チーズとハムって書いてありますけど、ちょっと、あの、利用してみたいなっていう気分になりましたね。このうどんそばの自販機ってね、あの、結構ね、あの、ちゃんとしたうどんが出てくるんですけど、麺がはみ出してたりとかしてね、うおーって感じで出てきます。はい、トシーさん、ありがとうございます。今日の、あ、ここまでか。次がね、369モノクローマンさんの作品2枚。2枚組写真です。憧れのセットでっていうことで、1枚目は多重録音になります。ニコン F3、ニッコール 85mmF2、いいレンズで撮ってますね。ケントメア100で撮られております。1枚目がね、多重録音でドラムセットを、撮った感じで、2枚目がね、そのドラムをね、演奏してる、撮影になりますけど、
こう剣と目は100ね、やはりね、なかなかいい調子で映りますね。僕もね、通常使ってるんですけども、露出もね、きっちり合っております。これね、これ外国人ですね。ドラムをね、叩いて、真剣に叩いてる様子でね、いい感じで撮れておりますね。はい、369モノクローマンさん、ありがとうございます。今日の作品紹介はこれだけかな。もうだんだんね、ちょっと多すぎてわかんなくなってきてるんですけどね。すいません。それではね、この次は、俺のカメラのコーナー、になってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、非常に投稿が増えておりまして、待機者たくさんになってるんですけど、すみません。今日もね、2名様の、俺のカメラ、紹介します。まず、竹蔵さんから。これね、プリモフレックス 5A に水準器をつけて、レオフォット MT-03 プラス LH25 卓上三脚プラス自由雲台セットに乗せてるということで、よくわかんないんですけど、脇に置いてあるのはセコニック露出系、スタジオデラックス L398 という、これね、竹蔵さんのね、撮影技術がすごいっていうのが、もうこれ機材でもう納得って感じですね。これはすごいっていうかね、もうなんかね、ロボットみたいですよ、これ。なんか、今にもね、歩き出しそう。この機材のね、写真もね、非常にね、映える写真になってます。もうね、竹蔵さんのね、技術なかなかなんですよね。ちょっと、竹蔵さん動画作ったらいいんじゃないのっていうぐらいの、ね、撮影技術になっております。竹蔵さんありがとうございます。次がね、マグナムさん、の写真ね、俺のカメラ。被写体はね、富士のレンズ、XF35mmF2 とね、XF23mmF2、キットレンズの近接描写性能を見ようと、撮った写真になるらしいんですけど、これもうパッと見た感じなんかね、バイクとか車のトランスミッションみたいな感じに見えますけど、れっきとしたこれレンズなんですね。で、近接接写能力ということで、これものすごいね、描写になってますね。なんか金属のその表面のつぶつぶ感まで出ております。これ、メカメカしいものがね、好きな人にはこれたまらない写真に、なるんじゃないでしょうかね。はい。じゃあ今日の動画は、ここまでになります。実はね、この動画ね、ライブの日に撮ってるんで、カメラプレゼントの抽選、次回の動画になってしまいます。本当はね、ライブでね、抽選したかったんですけども、28日のライブが不可能になって27日になったんで、27日はね、まだカメラプレゼントのね、抽選っていうか、締め切りをしてないんで、締め切り前に抽選するわけにはいかないんでね。そんなわけで、カメラプレゼントの、抽選はね、この次の動画になる。ちょっといつリリースするかはっきりわかんないんですけども、ちょっと動画のネタもね、はっきり決まってないです。また気まぐれになっていくと思います。そのうちにね、一番やりたいのがね、決定的な一枚っていうね、動画を作りたいんですよね。あなたにとって、なんていうんですか、カメラ人生を変えた一枚とか、カメラにハマったきっかけの一枚とかね。そういうのをね、僕の、例を挙げて、やっていこうと思います。あなたにとってね、特別な一枚ってどんなんですかね。で、視聴者の和賀さんからね、ご意見がありました、新コーナーどうですかということで、なんだったっけ なんだったっけなんていうんですか、ヤフオクとかでね、カメラを買って、これは成功した、これは失敗した、みたいな感じのね、投稿を募ってはどうかという内容をいただきましたんで、募集を始めようと思います。タイトルのコーナーはね、ズバリ、やったー、やっちまったのコーナーで。1円で買ったらめちゃくちゃいいカメラだったとか、
1万円、競争して1万円にもなったけど、ゴミが送られてきたとか、できればね、後者の方がもうネタ的には面白いんですけど、自虐ネタということでね、僕も山のようにそういうカメラあるんですよ。競争したらね、5000円くらいになったけど、完全ゴミだったとかね、まあそういうのがあるんで、できるだけね、その、わかりやすい写真を添えて、いくらで落札したけど、こんなものが送られてきたよ、みたいな、ネタをね、投下していただければね、紹介いたします。で、これはね、そんなにたくさん来ないだろうと想定して、毎回常設のコーナーにはしない予定です。来た時だけ紹介、みたいな感じになります。そんなわけでね、ネタを持ってる方、自虐ネタでもいいっていう方、もちろん自慢でも、結構です。たった100円で、カールツアイスのレンズ買えたりとか、そんなやつはいねえか。そんな感じのね、ネタの動画を、募集しております。はい、そんな感じです。ちょっとね、カメラプレゼントのね、抽選はね、もうちょっとだけお待ちくださいませ。今日の動画はここまで。また次の動画までお待ちください。で、またここにね、チャンネル登録ボタン出てきますんで。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。いいねボタンもね、ぜひ押してくださいね。いいねが成績になって、視聴回数のね、増加になんか繋がっていくっぽいんでね。で、ここの辺にね、リンクも出てきますんで、また、暇な方お付き合いくださいませ。はい、今日の動画はここまでになります。それではまたごきげんよう。さよなら。